スリースカは、タイ王国出身のサッカー選手で、ポジションは DF。2007年、チョンブリー FC で、初のリーグ優勝を果たすと、同年11月16日、スリースカ含む3名が、マンチェスターシティ FC に入団。対人初のプレミアリーガーが誕生した。しかしこれは、当時会長だったタクシンチナワットの力が大きかった。 ものと思われるが、監督のスベン・オラン・エリクソン氏はこれを否定している。2008年に、グラスホッパークラブチューリッヒに、レンタル遺跡を果たす。グラスホッパーでは、リザーブチームでの生活を送っていたが、ホームシックにより退団。その後は、ビタやラオーハクルが監督を務めるガイナーレトットリーリを、希望したが、フルスのチョンブリー FC に復帰することとなった。2013年、 ブリーラムユナイテッド FC に移籍。マンチェスターシティ、タイの3選手と入団契約エリクソン監督が期待、タクシン会長のビデオメッセージも放映オーナーの、コネで、マンシーに移籍した選手がうつ病で対談 JFL、トットリーリを希望。ありがとうございます。